組み立て簡単手作り時計キット。文字盤を作ってパーツをつけるだけ。Y さんがセリアで買ってきたみたいです。これで時計を作ってほしいって。なかなか面白そうだな。何にします？文字盤。まあどうせなら動画にしたいから、素材は石にするか。まあそうなりますよね。で、その石は何にします？カメオになるようなサードニクスはないか？ありません。じゃああらかじめ数字が書かれているピクチャージャスパーはないか？ありません。カッコが出てきそうな経過僕はありません。虹色に光り輝くイリスアーゲートはそれはありますけど、そんなので時計を作ってもタイムトラベルはできませんよ。まあ今朝コーヒーを飲んでいた時の一幕ですが、結局最終的に私が選んだのは一周回って至極平凡なメノのプレートでした。これなんですが、まあ平凡というのは普通に見た場合で、時計の文字盤として見てみるとこれはなかなかよくできています。ご覧のようにこのメノは全体が同心円状の模様で構成されたメノの見本のようなメノです。面白いのはこの同心円状のラインに貫入する形でいくつかの不思議な模様が見られる点です。1つ2つ3つ4つ5つありますね。私にはこれらの模様が中央の霧の中から放たれたミサイルか何かのように見えて、かねてから美しく眺めていましたが、今朝コーヒーを飲んでいる時にさっきの続きですが、ひょっとしたらと思って確認してみたところ、にわかには信じがたい事実が明らかになりました。その事実というのは、まあご想像の通りです。このメノの5つの模様は時計の文字盤の数字があるべきところにかなりの正確性を持って配置されているのです。これは時計の文字盤の型紙を透明のシートに写したものですが、これをメノに当ててみますと、ちょっと光で見にくいですね。見えますでしょうか。見えますね。よくまあこんなものが運よくたまたまボタン持ちみたいにあったものです。さて文字盤の紹介はこれぐらいにして、そろそろ時計作りを始めます。まあ作ると言っても私がやることは穴を開けることぐらいですが、このマニュアルを読むと直径9ミリの穴を開ける必要があるそうです。時計の軸が来るところですね。そんな大きな穴を私は石に開けたことがありません。まあやってみます。文字盤が完成しました。まあ、大体1時間ぐらいかかったでしょうか。無事に穴が開きました。それで言い忘れていましたが、この目の厚みが約5ミリになっています。このムーブメントが 3.1 から8ミリまで対応しているということで、まあ、バッチリはまると思います。それで今ちょっと見えていますが、実は穴を開けているときに手が滑ってちょっと傷がついてしまいました。うまく隠れればいいなと思っているんですが、早速はめてみます。
食べない。よし。このワシャで隠れればいいと思っているんですが、ちょっと見えますね。ちょっと見えますが、まあこれぐらいは思い出として残しておきます。それでこれか、これをはめます。これついてました。これそれからこの針ですね。あれ、こうかな。あ、こっちだ。無事にはまりました。それで今もうすぐ2時です。分かりにくいな。2時、もうすぐ2時ということで、とりあえずこんな感じにしておきます。ついに目の上の時計が完成しました。それでは松返さん、電池を入れてください。電池を入れました。この時計は秒針がありませんから、ちょっと見ただけでは動いているのかどうかわからないですね。とりあえず壁にかけて様子を見てみます。あれから他事をしてまして今戻ってきたんですが、針が明らかに進んでます。ちょっとお待ちください。こっちの時計は合ってますから、今6時58分頃ですね。ちゃんと動いているようです。やりましたね。この時計の最大の特徴は、改めて説明するまでもないかもしれませんが、冥王のプレートをそのまま文字盤として利用しているという点です。この目のには人為的な色もパーツも一切加えられていません。0時、3時、5時、7時、9時。まあ足りない点は多いですが、この後に及んでそんなことを追求したりするのは、まあ野暮というものでしょう。最低限ですね、あってもらいたいところにたまたま模様があった。この時計はですから自然の偶然を利用したものということができると思いますが、ここでもう一つ忘れずに触れておきたいのは、このムーブメントの中で絶えず心臓のように震えている水晶のことです。その水晶振動子は目の音と同じ石英の性質を利用することによって動いています。同じ石英でありながら対極的な印象を持つ2つの石が、こんなところで蛇の頭と尻尾みたいに奇妙な出会い方をするのを見ると、愉快というか何というか、私なんかはちょっと口元が緩んでしまうんですが。ねえ松貝さん、さっきのところ私の頭と尻尾じゃダメだったの？え？ヘビじゃなくて私の頭と尻尾でいいと思うんだけどな。それはダメだな。どうして？コンマシェプトビールちゃんはコンマシェプトビールちゃん、ヘビでもなければパックマンでもない。そうだけど、話が横道にそれてしまいましたが、何だったかな。何だったかね。まあもういいかな。ということで、私の時計作りを見てくれてありがとうございました。ワイさんのですよ。またお会いしましょう。またお会いしましょう。ありがとうございました。